さてこちらは宿題に強い味方、自由研究のテーマを何にしようか悩んでいる皆さん、題材に工作はいかがでしょうか。ものづくりのプロと一緒に工作を楽しむワークショップが開かれ、子どもたちが個性豊かな作品を作り上げました。ワークショップの講師は劇団わらび座の舞台セットなどを制作している大道具スタッフです。わらび座は舞台作りの技術を生かして子どもたちの自由研究をサポートしようとワークショップを開いています。子どもたちは色とりどりの素材の中から自分の好きなものを選んで工作に挑戦します。材料は舞台のセットなどを作る際に残った端材、思い思いの材料を手にしたらいよいよ制作開始です。子どもたちは道具の使い方を教わったり、難しい作業を手伝ってもらったりしながら作品に仕上げていきます。わらび座のスタッフも子どもたちのイメージを形にするため懸命にアドバイス、協力して作り上げました。トカゲです。釘で打つところや自分で想像して作るところが面白かったです。出来上がった作品もスタッフと協力した経験も子どもたちにとって夏休みの思い出になることでしょう。